あ、チョモランマ。チョモランマ出た。チョモランマもね、結構有名というか、この放送でよく見るわ。あ、さっき来なかった？来てないか。来てなかったと。あ、来て、あー、なんだこれ。お前マジやめろって、なんだよこいつ。なんこいつ、もうまた改造じゃねえか。馬チャンプスだけでいいってマジで。あー、また増えた俺の中の改造が。なにこいつ、サスケの状態にみたいなマークつけやがって、こいつおでこにほら。こいつサスケの状態にみたいなマークしてんじゃん。おでこ。わかる？わかる人わかるやつ。おでこサスケの状態にじゃん。もう改造やめてよ。あー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 もう本当に。また改造パーティー作れんぞ。4体目だよこれで。あ、これ結構強いね。素晴らしい。なあもう出た。もう俺3体目だよ。ルカリオ黄色いのね。キバミルカリオな。キバミリオな。キバミリオ。いやもう、3体もルカリオもう、どうすんの俺。いやもう、いやもう、また、あーなに？な、俺そういう何？いらないマチャンプスをもらう人になってんじゃん俺。マチャンプス収集所じゃん俺。マチャンプス収集家ですか私は。怖いわー。えぐいわー。もうこれ全部だって使えないもん対戦とかで。なにこれ。いやもう 6V とかエグいわ、怖いわ、もうマチャンプス怖いよ。いやもう、何この人たち本当に。なんで、まあ言、まあ俺がもう全部引き取るから。誰が配布してんのマジで。マチャンプス配布とか出てくんのかな。マチャンプス配布とかもう俺しか出てこないから動画。しかも。マチャンプスでバトルタワー制覇とか。やったら面白いんじゃない？オフラインのやつ。オフラインなら大丈夫でしょ。バトルタワー制覇っつって。コータスこんな色なんだ。すげえな。黄色いんだ。あれ？ユーリ？あれ？さっき来なかった？ちょっと待って。まあ、ミルキーだったわ。ごめんなさい。開封してないよ。改造会社とかやばくねえっすかマジで。怖いんですけど。サンズ、サンズ。トゥ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 って言わなきゃいけないからね。これあげます。はい。いや、お前、本当に言ってんの？もらうよ？イエーイ！ソルガレオゲット。星雲ちゃん。かわいい？まあ、切れないよ、別に色違いでも。いやー、すげーな。え？うわー。マットさん。すげー、もらうか、じゃあ。はい。いや、もう、もらいますよ。もらえるものは。今度、紹介したいなー。リスナーからもらった色違いを全部紹介するっていう、どんな感じかっつって。こじった結果っつって。いや、こじってねえけどな。いやー、すごい。やばいね。アーマーがもうなんか色がね、泥だらけの泥んこで遊んだみたいな色だからこいつ。泥遊びしたカラスだよね。でかい。いやー、猛火が多い。あー、リベロいた。じゃあこれあげる。うわ、クワガのかっけえな、色。すげえかっけえじゃん。なんか竹みたい、色が。褒めてんの？ YouTube 始めたきっかけ？いや、きっかけも何も、もともと YouTube 見てて、7年ぐらい前だな、でもあれ多分2013年とか。当時はね、今みたいにポケモン。使おうと思えば使えると思う。あ、不思議だね。あ、これ色違いじゃない？しかもこれ。そうだよね。やった！かわいい。いいじゃん。イエーイ。いや、不思議だね。好きなの、私。ちょっと色が緑っぽいんだね。あんま言われた、パッと言われなきゃわかんないよね、これ。ええー、もう、星雲ちゃんもらっちゃうの？大丈夫、星雲ちゃんだよ、これ。
超かわいい星雲ちゃんだよ。貴重ですよ、貴重。あー、もらっちゃった。貴重なのもらっちゃった。いや、本当になんかもう、反感食らうで、こんなことやってたら。なんで渡すの？星雲ちゃん渡すなよ。あー、まあ、もらうけど。これ進化できんの？この、剣盾上で、実際。コスモークって進化できんの？剣盾で。うわ、ロンゲ、いやー、ロンゲも来たか。まあ、俺もいつかロンゲの、まあ、ロンゲっていうか、あれか、ベロバーか、の厳選はしようとは思っていたが、ロンゲも来ちゃったか、ついに。ロンゲか。うわー、白いな。シルバーバッグじゃん、これ。うわー、出た！うわー、出た！うわー、出た！また来た、こいつ。誰だよ、マチャンプス作ってるやつ。ちょっと。誰？元は誰？大元は。大元は誰？これ。誰なんだよ、これ。いやー、やめてー。これ何？何こいつ？またなんか来た。これ何これ？改造だろ絶対これ。何こいつ？あー、なんじゃ、変えないで、ビビるから。シャイニーディット？なんやねんこいつ。やらねえよ色違いは。なんだこいつ。うわー、うわー、また何これ。うわー、野獣みたいな HP、 あ、レベルしてんな。あー、もうわかんない。まあ、これが、俺、リベロだったら切るから。あー、もう意味わかんない。はい、さよなら、バイバイ、バイバイ。もうバイバイ、意味わかんない、意味わかんない、意味わかんない。この時間意味わかんない、無駄。何のためにお前に渡さなきゃいけないのよ。バズも言ってるからな、無駄な時間で行くよ。ほらめっちゃ怒ってんじゃん、バズ。ほら、めっちゃ怒ってた、今、バズ。怖っ。えぐいわ、バズ怖いな、あんた。ダメだって、今みたいなことやったら、スペースレンジャーに殺されますよ。あー、でももう、まあまあいいや、これでじゃあ。ピンク？いや、ちょっと待ってよ、連打したらキュレムだったんだけど。うわー、スローポケ。ひでえ名前。ヤドンってそんな名前なの？スローポケって言うんだ。そう。眠り粉からの身代わり暴風がほんとうざいの、あいつ。副眼使うとさ、ね、ほぼ当たるからさ、そっからがめんどくさいよね。副眼がほんとにやかましいよ、マジで。強いんだ、意外に。ただ火力がないから、副眼で、まあ眠らせて起きることがあるから2ターンぐらいで。余裕ぶっこいたら死ぬから、そこは何とも言えないよね。余裕ぶっこいたら死ぬからな。あ、蝶の前もあるけど、でも火力そんなないからな、言っても。だからもうなんかそれで俺バンギガが確かこっち出てて、2ターンぐらいで目覚まして、ストーンエッジとかでぶち殺したことあるからね。虫はバンギには勝てんよ。いや、ネクロズマ出たー。しかもこれ色違いだ。もう俺ネクロズマ持ってんだよね、普通のやつもね。なんか別になんか、なんだろう、もう持ちすぎて、ネクロズマだーって感じだよね。これ改造じゃね？ちょっと待って待って、なにこれ？なにこいつ？なにこれ？またなんかよくわかんないの来たよ、これ。アウト？アウトなの今の。もう、なんでそういうの配布すんの？正規なわけない。正規じゃねえのかよ。おい、正規じゃねえの今の。なんだよ今の。わかる方はコメントください。どっちだよ今の。やめてよもう。マチャンプス以外はやめてよ、改造はさ。マスボの時点で配布ではない。アウト、色違いネクロズマは親め、秘密しか、うーわ、えぐ。もう最低じゃん、これ。えぐい。なにこれ。もうやめてー、もう。